朝まで生き残る耐久バトルをプレイ、命をかけた脱出バトルをプレイ、対戦カードゲーム21をプレイする。ベイカー家の悪夢の始まり、これにしようかな。ベイカー家を見てみようかな。プレイ。3年前、彼らはありふれたごく普通の家族だった。雨粒が窓を叩く中、ベイカー家の人々は夕食の前のひとときを穏やかに過ごしていた。それが最後の平和な夜のなるとも知らずに、はあ、大丈夫かな。始まった。怖い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 。本日のトップニュースです。今週記録的な大雨を引き起こしたハリケーンは現在徐々に移動しており、明日の朝には落ち着きそうです。湾岸では一隻の船が行方不明になり、救急隊が捜索に当たっています。こちらの詳細は情報が入り次第お伝えします。さらにここ数日の豪雨によって一部の地域では膝の高さまで浸水しており、住民に被害をもたらしています。レーダーの観測によると、今後は勢力を弱めながら北上していくと思われます。明日の朝までには天候も嵐の被害はどうだって、雨も収まる。まだ行ってない。マーガレット、開けてくれ。もう一人いた。はいはい。あら、まだ子供じゃないの。そうだな、もう一人の方は寝てるわ、かわいそうに。寝かしておこう。この子見たことあるな。いれば町まで連れて行けるだろう。ゾイ、ランドリーから綺麗な服を取ってきてちょうだい。ああ、きっと船のオイルか何かで汚れちゃったのね。ゾイってゾイなんだ。着替えさせて、暖かいベッドで寝かせてあげて、ルーカスの昔の部屋がいい。嘘だろ、別の部屋にしてくれよ。ルーカス、静かにしろ。もう使ってない部屋だろ。民宿をやるのが夢だった。夢が叶ってよかったわね。寝かせて、スープを温めるわ。今夜はスープが美味しいわよ。どうしてルーカス。10月26日結婚記念日。ごく普通の一般家庭だったんだな。水がきれいだ、水がきれいだ。この屋敷広いんだよな。ランドリーに子供の着替えを取りに行く。ランドリー1階かな。着替えの服ね。ランドリーかな。ランドリー1階かな。
あ、あった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 。ここかな？じゃないね。あ、これか。着替え用の衣服をゲット。どこに持ってきゃいいんだ？立派なお屋敷だよな、本当に。ここ俺住んでたらちょっと怖いな、夜。落ち着かないな。広すぎると落ち着かないっていうのはない？結構ある俺。こんだけ広いとちょっと掃除も手間かかるし、毎日掃除は厳しいな。それこそね、メイドさんとかいないと。あの子は子供部屋に運んだわ。子供部屋。この子をきれいにして服を着せてやってくれ。ボートハウスを見てくれ。半分沈んでたからな。わかった。いや、なんかまともな状態なんだけど怖く感じる。俺見たことある、この人歩いてたよね、よくね。いい子だね。きれいにしてあげる。みんなもらった。え、何？この子や。ライターをつける。うわっ、汚したな。父さん、停電した？雷でも落ちた？いやいや、さっきの子だよ、さっきの子。ひどい子だな。下かな。女の子はどこ？何の？落とした落とした落とした。あれ、いない。嘘でしょ。え、いない。こっちかな。誰か、みんなどこにいるの？ここか。いないか。うわー、雨音やだな。こういう時の雨の音はちょっと怖いね。ダメか。いけないか。今どこだこれ。ランドリーか。じゃあガレージ。こっちか。なんか聞こえたよね。よく見えないよ。ちょっと、みんなどこ行ったの？上かな？
あ、いた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 。ゾイ、おいで。あの子からの贈り物だ。ん？こっちへ来て、あの子が私にくれた可愛い子だ。キスしてちょうだい。どうしよう。ガレージ行け。ロープを取ってこい。行け、早く。これでジャックも完成するのか。頼むから手荒なこともさせてくれ。母さん、どうしてあんなことに。びっくりしたね。ローブ、すぐ行くよ父さん。よし、行こう。間に合うか。もなってたわ。父さん、あの子をがっかりさせたくないだろ。それは良くない。あの子って誰なの？お前の妹のエブリンだよ。ロープを持ってくるのに一体いつまでかかってる？いや、すぐ終わったじゃん。仕置きしてやらんとな。父さん、どうしちゃったの？この家にいる限り俺の言うことには従ってもらう。父さん、やめて。うわ、あの子待ってるぞ。父さん、やめて。お願い、ほら、来るんだぞい。新しい妹と遊びたくないのか。え嘘でしょ。ロープを持ってくるのに一体いつまでかかってる。これ逃げるんだ。父さん、どうしちゃったの。この家にいる限り俺の言うことには従ってもらうぞ。早く逃げないと。どう、さっさとここを開けろ。近づかないで。なんもないな。こんなことしても無駄だ。やめて。あ、これだ。どうして。え、使えないって。あ、開けないなら俺が叩き壊してやる。やばいやばいやばい。父さん、何を怖がってんだ。あ、来た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 。来た。避けろ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 。なんでバレてんだ今。怖い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 。いけない。やばい、真っ暗。来てるよね。来てる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 。暗い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 。ゾイ、そこにいるんだろう。ほら出ておいで。怒ったりしないから。怖い。
怖い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 。ジャックから逃げる？どうやって逃げんだよ。お前はルーカスと違っていい子だ。そうだろう。あっちった。何を企んでるゾイ。どこへも逃がさんぞ。やばい、来た来たよね。でもつけないと何も見えないんだよ。めっちゃ近くにいる。どうやって行けばいいんだ。出ておいでつ。うわ、目の前にいる。いるんだろう。ほら出ておいで。怒ったりしないから。いやいやいや、怒るじゃん。怖い怖い。あっち行ってくんないかな。あっち行った。これ開けらんないかな。無理だ。やっぱあの部屋か。この部屋だ。やっぱお前はルーカスと違っていい子だ。そうだろう。ベランダに行けばいいのかな。なんかあったもんね、ベランダの木の板。来た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 。見えづらい、超見えづらい。ゾイ、まったく母さんを心配させるな。見つけたぞ。もう逃げ回るのはやめろ。バレた。どうしたらいいの。一回こっち行くしかないか。ゾイ、うわダメだ。どうだ。うわ、鳥肌立った。お願い。あー、もうダメだ。なに、絶対無理じゃんこれ。新しい妹と遊びたくないのか。どうしたらいいのこれ。結構むずいぞ。多分あれだよな。なんでバレたんだ。ロープを持ってくるのに一体いつまでかかってる。お前が一緒にしてやろ。父さん、どうしちゃったの。この家にいる限り俺の言うことには引っかかってもらうぞ。どうやって逃げんの、マジで。フォークだろ。ゾイ、フォークであれいけるか。ここを開けろ。これいけるか、フォーク。あ、いけた。ここもじゃない。こんなことしても無駄だ。やめて。いけた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 。よし、
最初からこうだったのか。あ、息子さんだ。息子さん被害者だったんかい。じゃあ建物から脱出する。え、バレてる、これバレてるわ。今度おばあ、お母さん、うわ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 、ダメだ、これ痛い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 、どうしたどうしたらいいのこれ。手を貸してちょうだい。じゃあちょっとちょっと、こっちに来て手伝って。ちくしょう、まただよまただよ。ほら来るんだぞい。新しい妹と遊びたくないのか。いやいや、もういいよ、勘弁してくれよ。まあでも一個進んだのは大きいな。次館だね。ここから逃げなきゃ。もうライターつけるのやめよう。真っ暗だけどね。あの子は一人で寂しいの、守ってあげないと。やばい。上来た。エブリンがママって呼んでくれたの。かわいい。なんで降りるんだよ。なんで降りるんだよ。上がればよかったじゃん。いや、早くどっか行って。早くどっか行って。ウェーじゃないよ。怖い怖い。どうしたらいいんだこれ。どこかい。よし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 。ナイス。いやいや、振り向くな振り向くな。バカバカ。ゾイ、そこにいたのかい。バレた。足りない。いや、マジで見ない、マジ見ない。あったよあれ。こっち来んなよ。かくれんぼ終わりだよ。いやいや、やばいな。やばいな。一人で高笑いしとる。あそこの部屋行くしかない。かわいいエブリン、なんて愛おしいのかしら。いや、ランタンとそんな遊べる人で初めて見た。出てきてあの子に会ってあげて。よし、いける。閉めて。なんもない。
やばい、なんもない。来ちゃった来ちゃった来ちゃった。ゾイ、バカ。ゾイ、ここはゾイ、やめて、終わった。ごめんなさい、私何かおかしいの。来ちゃダメ、やめなさい、家族に触れないで。どういうこと、何が起こってるの。何、ほら、動けない。取って、取るよ。何この櫛、逃げて。櫛って感じがある。大丈夫だよ、助けを呼んでくる。ガレージの車で館を脱出。ガレージの車で館を脱出。なんでこんなことに。ゾイ、何を返すんだよ。グナ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 。おや、そこに。うわ、やだやだやだ。待って待って待って。え、終わり。嘘でしょ、嘘でしょ。どうすんのよ。新しい妹と遊びたくないのか。いやいやいや、今のは挟み撃ち食らってたじゃん。怖いし面白いし、どういうことよ。待って待って待って、え、他にも通路ある。これなんでこんなことに。ここに行くしかないってことか。ゾイ、探し回った。一回ここ回って、今だ、行け。いや、ダメだダメだ。え、待って、無理でしょこれ。ジャック、手を貸してちょうだい。いや、もうジャック目の前におる。ジャックいるいる。こっちに来て手伝って。これ無理ゲーだよ、無理ゲー。どうすんのよ。どうだ、やめて。お願い、ほら、来るんだぞい。新しい妹と遊びたくないのか。僕にも増えるんだ。いや、やるけどさ、他ある方法。捕まったら終わりなんだよこれ。ってことは一回上上がんのか。分かった、これこっちじゃねえんだ。遠回りしろってことか。遠回りしろだこれ。あれ、いけない。あ、いけないよ。あ、いけない。いけないですね。なんでいけないんだ。いや、いけるでしょこれぐらい。道がこうやって限定されてますね。大丈夫かな。急にバンって出ないよね。なんかないかな、武器。武器ないよね。武器ないわ。よし、いけた。こっからちょっと電気消しますよ。いや、いけないわ。うわ、
いけない仕様になっております。ってことはやっぱりさっきの挟み撃ちを攻略しないといけないってこと。きついなあれだって捕まったら終わりじゃん。他に方法があんのかな。ガレージの車で館を脱出の前に違う方法あん、いやないよね多分。この通り動けってことだよな。怖いなマジで怖い。こっちから行けないもんね。そこでこうやって待ち伏せてるでしょ。でジャックここにいるでしょ。いやこれさ最強のディフェンスだよねこれ。隠れんぼしたいのか。ああった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 。来てないでしょ、来てないでしょ。いけた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 。そうだ、この穴があったわ。え、ちょっと待って、こうして上がります。今どこだ、パンドリーで結局キッチン通んだよな。怖い。お前はルーカスと違っていい子だ。うわうわもうマジでマジでハハ涙出てきた。方法が少なすぎるよマジ。地獄のコーナーじゃんこれ。来るんだぞい、新しい妹と遊びたくないのか。バレてたもんね、抜け道バレてたよね。だからこっち来れたもんね。急いであそこ行けばいいのね。よし次こそ。もうちょっとライトつけるのやめるわ。なんでこんなことに。ライトつけてバレるわ。おやおや、そこに行って。あ、バレてるもん。やめろ、うるさい、早く消えろ。これ上にさ、いるよね、親父。父さん。いや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 、マジでこれ無理だって。来ないで来ないで、マジで来ないで。早く開いてよ。バカ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 、ふざけんなよ。やめて。いやこれマジで無理ゲーだって。合ってんだけどな。でもいい調子だよ。いい調子じゃねえな。いい調子だよな。来るんだぞい。新しい妹と遊びたくないのか。いやもう妹はゴリゴリよ。
よし、次こそ。でもライターつけない方がいいね。これ全く見えてないでしょ。大丈夫？ここ行きます。早く消えろ。よし、こっからだ。よし、行くぞ。ちょっと遠回りした方が良さそうだね。ゾイ、まったく母さんを心配させるな。オッケー。バカバカバカ。おやおや、そこにいたのか。いや、バレた。暗い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 。全く見えないでしょ、視聴者の人。俺もかすかにだもん。ゾイ、そこにいるんだろう。ほら出ておいで、怒ったりしないか。ずっとそのガレージのとこにいんだ。せえな。一旦ここにいよっか。でもう一回来るから。背中向いた瞬間に。今だ。よし。いけたいけたいけた。何を企んでるゾイ、どこへも逃がさんぞ。いや、押したらバレるよね。やるしかないか、押してみるか。よし、いけ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 。よし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 、お願い、頼む頼む頼む、お願い頼む。俺たちを置いて出ていこう。バカ、もう無理じゃんこれ。新しい妹に会いたくないのかい。もういい。礼儀ってもんを知らんのか。そうだった。お前への態度か。これは起こり得たもう一つの結末である。だがほんの小さな出来事が未来を大きく変えるかもしれない。あ、これで終わりなんだ。いやー怖かった。いやいや、もうほんと怖かったです。はい、ということで今回の一つの、追加エピソードですね、やらせていただきました。いや怖かったね。いやあと何個かあるのでやっときたいと思います。それでは次回、今回はここまで。それではお疲れさんでした。またねー。